どうですか、この見事な文様は。皆さんが見たことのないような本物がここにあるのです。価値はきっと想像以上だと思うのですが、いかがですか。君、はい。なんてものを持ってきてくれたんだ。え、1、10、100、1000、万、130万円。おー、ほんとに？嘘、こんなに上がるなんて。正真正銘、お宝ですよ、これは。やったー。1994年から始まった依頼人が持ち込んだお宝を鑑定するバラエティ番組、開運なんでも鑑定団。一見ガラクタかと思っていても、いざ鑑定すれば超高額のお宝だったり、はたまた超高額に見えて実は価値ゼロだったりと、意外性抜群のその光景は見る者を引きつけてやまない。予想金額から差額がどれだけあるか、鑑定人が金額を出すまでのあの時間にはきっと多くの人が興奮と緊張を覚えていることだろう。そんな興奮渦巻く長い歴史の中で、今回は放送事故級のヤバすぎる回4選をご紹介しよう。1、今も破られない史上最高額回。まずはスタジオが沸きに沸いた2005年9月27日の放送回でのこと。かつてドイツのヘッセン州を統治していた一族の現当主モーリッツ・フォン・ヘッセン氏がやってきた時にそれは起こった。これは僕の先祖が集めていたものらしいのですが、日本に関する壺なんだそうです。そうですが、まさかこれほど状態のいいこれを見ることになるとは、驚きを隠せませんね。何やらただならぬ空気が流れていますが、行ってみましょう。オープンザプライス。おー、出ました。なんと史上最高額の5億円。信じられないことが今起こりました。オーマイガー、これそんなにすごいんですか。すごいのなんの。これは17、8世紀にヨーロッパ中の王侯貴族を魅了させた柿右衛門様式の壺ですよ。世界最高峰の芸術品といっても過言ではありません。うなりを覚えるほどに見目麗しきその文様と荘厳さを感じさせた有田焼様式の一つ、柿右衛門様式。この壺が本物だと分かった瞬間と、今も記録が破られていない5億円の鑑定額には、スタジオも画面の向こうも熱狂のるつぼと化すのだった。2、史上最悪の悲劇回。そうした世界でも類を見ないほどの掘り出し物があるからこそ愛され続けている何でも鑑定団。とはいえもちろんいつも超高額査定が出るというわけではない。中には悲劇界も当然存在し、とりわけ悲痛さを感じさせたのは2015年の時だった。私自身20年間ずっと骨董品を集めていましてね、ここにある倒産祭の小壺なども骨董品仲間から買ったものです。その時は1000万円の品をご厚意からか安く販売すると言われましてね、そこで退職金400万円をはたいて購入したというわけです。希望評価額はもちろん400万円。それでは行ってみましょう。オープンザプライス。よくこんなの買いましたね。え？いや、まあ全てひどい偽物ですよ。倒産祭の小壺ならこんなに色味が浅いことなんてありませんからね。まあつけられて4000円でしょう。そんな、たったの4000円って。20年集めてきたそうですが、もっと勉強なすってください。まさしく悲劇界、放送事故級と言ってもいいだろう。空気は凍り、依頼人の妻は涙目、当の本人も心が砕かれ、一言こう言うしかできなかった。真面目に働きます。3、闇が深すぎる鑑定品。見ているこちらの心が苦しくなるほどの悲劇回。しかしこれ以外にも鑑定団ではヤバすぎる放送事故回が存在していた。それは2012年8月7日の放送でのこと。
ある依頼人が10円玉1枚だけを持って鑑定団の前へとやってきたのだ。たかが10円玉を鑑定にかけたところでと、きっと多くの人は思うだろう。けれど時として10円玉は何よりも価値が高い貨幣へと化けることもあるのだ。例えば昭和26年のギザ銃未使用品なら6万円もの買取価値がつくし、ノーマルでも昭和61年後期なら5万円前後の値がついている。そんな可能性に満ちた10円の中、依頼人が出してきたのはなんと、これが私のお宝、両面が平等院鳳凰堂の10円だぜ。おお、貨幣としての価値はゼロに等しいでしょうが、こんなレアすぎるエラー貨幣はきっと他にはないでしょう。よって希望評価額は40万円にします。10円が40万円。確かに両面が同じ柄というエラーなら、その希少性に40万円くらいの価値をつける人もいるだろう。しかしその鑑定額は驚愕の、じゃがじゃん、0円。0円だってよ。0円？こんなにレアなのになぜですか？なぜも何も、これ10円を切って貼り付けただけの偽造品じゃないですか。いつもの熱狂はどこへやら。この結果にこの場にいた全員の心が凍りついていた。そもそも現行貨幣の加工は完全な違法。1円玉に穴を開けるだけでも貨幣損傷等取締法という法に接触し罰せられてしまう。そんな偽物にも劣る犯罪貨幣を出されてはスタッフらが慌ててしまうのも当然だろう。史上最高額の5億円と比べて史上最低額の0円を叩き出したこの回、お蔵入りにならなかっただけでも驚きだ。4、史上最悪の鑑定ミス。そのミスが起きたのは2016年12月20日の放送でのこと。おそらくこの日持ち込まれてきたお宝に日本だけじゃなく世界中が驚いていたことだろう。なぜなら、これは曜変天目茶碗？夢じゃないですよね、これ。まさかここで曜変天目をお目にかかれるとは。鑑定士を続けていて本当に良かったです。曜変天目、それはどれくらいの価値があるんでしょうか？個人がつけるにはおこがましいくらいの価値ですよ。何せ曜変天目はこれまで世界に3つしか現存していない国宝級の陶器なんですから。国宝級、その新たな4つ目がここにあるこれです。見てください、この宇宙の星々のような輝きを。曜変天目は見る方向によって文様が変わり、その美しさから湖湾の中の大宇宙と称されているのです。確かに目を奪われますね。曜変天目は12、3世紀頃に中国福建省にて制作されたと言われているのだが、美しすぎる文様は現代で再現不可能。それゆえに数が圧倒的に少なく、おそらく人生を何度繰り返そうが完全な状態の曜変天目を見つけることはかなわないだろう。まさしく世紀の大発見。鑑定額は2500万円の値がつき、世界が注目するヤバすぎる神回となったはずだった。あれが曜変天目だと？ふざけるな。あれのどこが曜変天目なんだ。テレビ越しでもわかるわ、輝きの鈍さが。陶芸家の九大メタル、君ならどう思う？そうですね、明らかに贋作でしょう。本物の曜変天目とは似ても似つかない代物ですよ。あれは大方中国の土産屋に売っているものに絵の具でも塗ったんでしょう。そうしてたくさんの専門家の否定の声と、曜変天目の再現に一族全力で取り組んでいた陶芸家の声によって、4つ目の曜変天目には偽造疑惑が浮上。しかも番組の鑑定士らはその審美眼すらも疑われていた。しかしまあ、あそこにいる鑑定士は完全に節穴だな。あの曜変天目を本物だと断定しておきながら、たったの2500万円の価値しかないと思っているとは。ですね、天目茶碗の中でも曜変より価値の低い湯滴天目茶碗ですら、その価値は13億円。4つ目の曜変天目茶碗ならここから桁が跳ね上がってもおかしくないというのに。そして後日、
茶碗の制作者からテレビ局に連絡が入ると、あの茶碗は中国で1400円で販売していたただの模造品だということが正式に判明。粗悪な模造品を歴史的な価値と語った上で出した鑑定額がたったの2500万円。これほど恥の上塗りという言葉が似合う状況もそうないだろう。どうやったら1000億円の価値を2500万円にできるんだ。さすがに目がやばすぎるだろう。これからもお宝持って行って大丈夫なんだよね。価値低く見積もられたりしないかな。こうして史上最高の神回と化すはずだったこの放送は、史上最悪の放送事故回として鑑定団の長い歴史に刻まれてしまうのだった。長い歴史だからこそ存在してしまう放送事故とはいえ、それらは今回挙げたくらいの数数えられるほどしかなく、積み重ねてきたものから比較すれば微々たるものだ。家にお宝がありそうな人は一つの指標として鑑定してもらっても何ら問題はないだろう。ただし犯罪につながるような品は決して持ち込まないように。曜変天目の会めちゃくちゃ炎上してたよね。大学の教授が再度鑑定するって名乗り出たのに、依頼者が断固拒否してたり、ひどいありさまだったわよ。そりゃ再鑑定しない限りはガラクタが曜変天目のままだもんね。私もお宝鑑定団出ようかしら。生き物ってあり？いや生き物は見たことないけど、どうなんだろう。喋る狼、歯の溶けた狼、二足歩行の狼、史上最高額の10億円も夢じゃない。鑑定出たら秒で販売開始しなきゃだと思ったわ。空に